捕れを撃つとは縛られ矢の的にされたか。巴は待て、これは巴のもの。辺りを調べろ。 いや、もうこの矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。鹿の角の矢はずはわしが教えた。 誰かが住んでおったようだ。女子の衣服。巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。え？ モーコの言葉で弓について書かれている。あなたの名もここに。わしの教えをモーコに売ったということか。聞こえたか。島の者です。 女を探しておる弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され弓を受け取ると女房を殺しやがった。他の奴らも。あのムクロ、己の腕を敵に売り込み寝返りおったか。頼む、痛えよ。 死にたくない。長居は無用。行くぞ。 殺しておれば。なんと。自由を得るため巴は敵についたのだ。なぜそのような。先生、わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。 ご説明を。先生、お答えください。